資源の循環ネットワークの構築などを目指す県は家庭から出る廃食油を回収する実証事業を来月1日から始めると発表し回収などに協力するモニターを募集しますこれは今日の定例会見で岸本知事が明らかにしたものです県はサーキュラーエコノミー循環型経済の視点から資源の循環ネットワークの構築を目指そうと 家庭から出る排色油を回収して、二酸化炭素の削減効果の高い燃料などとして活用するための実証事業を始めるとしています。排色油の回収やアンケート調査に協力するモニターを募集した上で、和歌山市と海南市、有田市を対象エリアとして来月1日から実証を開始します。 実証ではモニターが排色油を専用ボトルに入れてエリア内のスーパーや個市回収拠点などに持ち込みそれらをすでに大阪府内で循環事業に取り組む企業が回収バイオディーゼル燃料に生成するなどします県ではモニターを3000人程度と想定して令和8年3月末まで実証を行い回収できる量やコストなどのデータを得たいとしています 資源循環型の社会をつくっていくという意味では、まあ、全てのご家庭のそういう s、まあ、サフ関係でいえば廃油をですね回収してそれを、まあ、そうすればまあ県内1円でやればかなりの量になるわけですけれども、まあ、そういうことが可能なのかどうかという実験ですのであのともかく一度これをやってみましてその結果を検証してですね次のステップにどのようにいくのかどうかということだと思っております。 この実証事業のモニターはご覧,のご覧のウェブフォームから登録できるということで事業の詳細は県成長産業推進課のホームページを確認してほしいとしています。